カーネギー賞はイギリスの図書館協会から贈られる児童文学の賞である。鋼鉄王と言われたアンドリュー・カーネギーが図書館の発展に寄与した業績を称いて1937年に創設されたピアソン事前基金が講演している。対象作は前年にイギリスで出版された英文の児童書で1968年までは イギリス国籍の作家のものに限られていたが、現在は海外の作品も最初に出版されてから3ヶ月以内にイギリスで出版されれば対象となる。同じイギリスの児童文学賞であるガーディアン賞は対象がフィクションに限られ、一度受賞した作家の作品は対象外としているが、カーネギー賞は電気などのノンフィクションものも対象とし、再受賞が可能である。審査は グリップから選出された児童図書館司書が当たる。また、子供だけでなく、教師や親の意見も反映される。2006年までは、賞の名称につく年数は出版年であったが、2007年からは受賞年になった。ありがとうございます。